はい、6秒です。どうも高田です。さあ、今日は45回目。で、この前までは、具体的な症例出して、アプローチ法をやったんですけど、屈曲、伸展、回旋と、いろんな症状に対して、どうやって改善していくかみたいな。ね。で、今日は、そもそも痛みとはというところをやっていこうかな。痛みとは何ぞやと思います。組織損傷があるないの話したじゃないですか。組織損傷があったら、まあ言えば炎症なんで、基本的には24時間痛いわけですよ。そうなんで固定とか安静が必要になりますけど、ふとした瞬間って痛み感じてないってあるじゃないですか。ありますね。あれっていうのは要は脳が痛みじゃないことを考えてるから、痛みのことを一瞬忘れてるっていうか、ちょっと活気づかれてる感じですね。で、慢性的な痛みになると、要は痛いっていう神経がもう太くなりすぎて、どんな刺激でも痛い。気持ちの問題じゃなくて、気持ちの問題もあります気持ちの問題ももちろん、けどもうその痛いって思いすぎて、痛み感じすぎて、どん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 それが大きくなってきてる。痛みっていうのはその感情とか不安とか恐怖とかね、そういうものだったりとか、あと認知の問題、昔こういう時痛めたからこの動作すると痛いんじゃないか、もう私屈曲で痛いんだっていう思い込みとかね、そういう人が多いですね。だからそういうのを断ち切ってあげなきゃいけないんで、この前までやったアプローチってどっちかというとバイオメカ的とか運動学的、解剖学的にやったじゃないですか。じゃなくて、例えば投げたボールをキャッチしてとか、おのずと屈曲が出たりとか伸展が出たりするじゃないですか。で、そういう動作を繰り返していくと、伸展してるのに痛くなる、屈曲してるのに痛くなる、そうするとそこでまた神経が変わって屈曲しても大丈夫になるので、最終的にはその決められた動作、地上面全体の水平に出して、ランダムの動作をやらせていく必要がある。なるほどなるほど。そういうふうにやって、今どうすか体って、全然痛くない。でも今腰丸めじゃない。なんか痛いかもまあそんなはずはないとかね言うんですよ。でもそれを繰り返していくことで良くなっていくので、そこまでやって初めてどうするっていうのは終わりかな。なるほどなるほど。いきなりやっちゃダメですよ。まあそういう前回までやってきた運動量あれがもう完璧にできて、できるようになって、もう痛くない、もう普通に動き的には痛くないはずなのになっていう。そうです。正直この前までやった動きとか、特に屈曲の股関節のやつとか、あんな効率的じゃないですか。あれじゃ動けないわけですよ。でも要はその腰椎から動いたパターンを股関節から動くっていうパターンに変えて、それを実際のふとした動作とかリアクションの動作で出せるかっていうのが大事になってくるので、そういうのではできるけど、リアクションになった途端に急にまたこうなってるみたいな、あかんでと。そういう何気ない動きの中でちゃんとそれが実現できるようになって、で本人も痛くないっていうのに実感できれば。痛みがやっぱ長く続くと保守的になっちゃうんですよ。曲げたくない、反らしたくない、それを断ち切らなきゃいけないんで、そういうのをね。で、安静による治療じゃなくて、やっぱ能動的に動いていくっていう治療がやっぱ必要になるので、そこが一番大事。それをこう変えれない時に自分のこうレベルの低さを。そうですね。だからそこでコミュニケーションとか、そういうの信頼関係とかもできてくるんですよね。まだまだ我慢弱いというか、できるよできない、できてますよ、怖い一人芝居始まりましたけど、できますって、怖いのよねその状態だとまだできないですよ。そうなんですよ。やってみようっていうんだから。そうなんですよね。そこにまで持っていけない。だからふとした動作を見てあげたんですよね。タオルを拾うときに、めっちゃ背中曲がってるよ、あの人。今背中曲がってましたよ。はずはないんだよヘルニアも50代だと、まあ、40% ぐらいの人は MRI 取ったらヘルニアなんですよ。だから症状ある人ないっていうじゃないですか。ほぼヘルニアじゃないですか。そうだから腰痛いなと思って取ったらヘルニアだ、私ヘルニアなんで痛いんですっていうじゃないですか、あれもだからそうじゃないことが多いんですよね。だからもうガチでヘルニアなんだったら、まあずっとその痛いよね、だからそういうね、心もカバーしていかないと病気っていうのは治らない。痛みほど曖昧な表現ないっていう話ですよね。だからその、でも自分で痛い痛いって思ってると、それがどんどんこう強調されてきちゃうから、痛くないっていうのをこうトレーナーが教育していくことが大事と。でも安全的になればなるほど、はい、習慣変えなきゃいけないし、あですよね。そうですね。動作変えなきゃいけないし、マインド変えなきゃいけないし、やることいっぱいあるし。やっぱ痛みが慢性化してる人のトレーニングってすごい大変です。あ、これ昔腰痛めたことあるんでやりたくないとかね。あるじゃないですか。いやもう今じゃあそこでじゃあやめときましょうっていうのか、じゃあ体の評価して、ここは悪いんですよ。指摘してあげて、ちょっとやってみようかなっていう。本人からやりたいって言わせるのが大事ですよね。ちょっとやってみようかなっていうふうに思ってもらえると、なんかああいいトレーニング提供できたなって思いますけど、それをこう無理やり口で持っていくっていうのが僕の悪いところです。まあでもコミュニケーションスキル高いっていうのも、いや全然高い、全然高いですね。口がうまいっていうのも大事。口がうまい、もっとうまくなりです、っていう感じで。はい、なるほど。マッサージとか運動療法のスキルだけじゃないよっていうのを知っていただければ、何かのヒントになるかな。まあ腰痛に限らずってことですよね。そうですそうです。痛みっていうのは、痛みっていうのはまあ運動療法のスキルが上がっても、マッサージのスキルが上がっても良くならないこと全然ある。逆に言えばこの2つできなくても、そういうこう痛みに対するなんか別のマネジメント方法で本人の気持ちが変わっちゃえば、そうですね、なくても痛くなくなる人もいるってことですよね、逆に言えば。ここもマインドセットですよね。精神が肉体を凌駕する人もいますもんね。もちろん絶対痛い人それみたいな。痛くないです、きつくないです、きつくないです。我慢は良くないですから、痛いんだって痛いって。そうです。なんで今回5回まとめましたけど、ちょっとおさらいしてもらって、ちょっと腰痛へのアプローチ得意になってもらえたらな。腰痛とはっていうところから始まって3パターンね、最後に痛みとは全5回。まあいろんな本当は神経とかね関わってくるんで複雑なんですけど、ざっくりとそういう感じ。まあまあこのね5回の動画見てご質問とかあればまたコメントをお願いします。はい、というわけで今日も最後に見てみてありがとうございました。なんとか喋って9分だったな。次何しましょうかね。